これから2020年度、青山学院大学社会情報学部、認知心理学の第1回、ガイダンスを行いたいと思います。この授業で動画の配信を行うのは、このガイダンスだけの予定です。シラバスの内容を見ていきたいと思います。講義概要です。社会の中で他者や道具と関わる人間の行動。 広い意味でのコミュニケーションを認知心理学の立場から観察するとどのようなことが見えてくるだろうかこれを示す恒例となっている2冊の書籍を読む。最初の書籍では市場での人間の合理性について考える。次の書籍では道具のデザインについて考える。 数年前に社会情報学部の人間系の教員でカリキュラムの中での社会情報学部のカリキュラムの中での人間系の講義の人間系の授業の位置づけということをです、ね、考えましたそこでの一つ重要な合意として我々人間系の教員が広い意味でのコミュニケーションというものを考えると。 その広い意味でのコミュニケーションを考えるような授業演習を提供するということを合意しましたコミュニケーション狭い意味では何かこう2人だけで話をするあるいは何人かで話をするというような人と人が会話をするということだと思うんですけれどもそれ以上にですね 例えば人ではない道具との関わりということもあっていいですしそれから何か本を読んだりといったような人が存在しない状況ですねそんな時もその本というものを通して例えば著者とコミュニケーションをしているというように考えられますのでそういった広い意味でのコミュニケーションという観点から我々人間系の教員が 授業演習を提供しようということですね。それに従ってこの認知心理学の授業でのテキストとして2つを選んでみました。1つ目がマーケットですね、株式とか証券とかのマーケット、そこでの人間の合理性といったものについて考える。ここでは主に 人ののの認知、頭の中でのですね自分が人々が頭の中で状況や入ってくる情報をどのように捉えてどんな判断を下しているのかということこの合理性について考えてみたいと思います次の書籍では道具のデザイン必ずしもそこに他者がいなくても道具というものがありますとその道具とのやり取りというのが生じます。 でそしてこれはその道具をデザインしたデザイナーとのコミュニケーションということにもなりますでそうした外の世界との積極的な関わりのあるコミュニケーションということを次の書籍では考えてみたいと思います達成目標です社会の中での人間の行動を認知心理学の立場から考察することの意義と面白さを理解することが目標である先ほど <laughs> 述べた講義概要と 一致している目標ですね副次的な目標としてシラバスにはもう一つ書いてありますそれが読書の習慣を身につけるということですこの授業では二冊だけですけれども半期の間に二冊だけですけれども本をですねしっかりと読み込みますので読書の習慣を身につけるという副次的な目標を達成できるのではないかと思いますいろいろな調査によりますと大学生は <laughs> あまり本を読まなくなっていてこうした授業の機会っていうのがないとなかなか自分で本を手に取って読むっていうことがないんではないかと思うんですねこちらで決めた本ですけれども2冊しっかり読み込むことで読,者読書をするってことの面白さその習慣も身につけてほしいと思っています。 <laughs> もう一つあの、シラバスに書かれていない副次的な目標があります。でそれは、文書作成のスキルを上げることですね。毎週、マイクロソフトワードの標準フォーマットで、2分の1ページから1ページほどの文書を3つ作成します。短いとはいえ、3つきちんと作成するって、なかなかこれ、時間かかると思うんですね。 それから2冊の書籍を読むんですけれどもそれら2冊,に2冊について書評を書くっていうレポート課題もありますので半期の間にかなりの量の文章を書くことになると思います。でこれら書いてもらったレポートにはなるべくこう点数だけを返すんではなくて添削をして返すってことをやってますので、まあ、それを見て書いて添削されたコメントを読んで 文書作成のスキルを上げていってほしいと思います。授業の方法を説明します。<laughs> 受講者はあらかじめテキストの指定された部分を読んで要約と小論文（括弧プレ）を書いていきます。小論文（括弧プレ）って言ってるのはすぐ後で言うようにですね、小論文（括弧ポスト）があるからです。テキストの指定された範囲。 をを読んでそのの範囲の要約を書くととということと小論文をを書くとということをします小論文は読んだ中でですね読んだ自分があの指定された読んだ部分で自由にテーマを設定してくださいテキストに書かれていた書かれていた内容に関連するテーマを設定しそれに対して短い小論文を書くということですね小論文を書くためにはテキストの内容は 完璧とは言えないまでも理解していないといけません。もしテキストの内容で理解できないところがあればコースパワーに掲示板を用意しますのでそこで質問をしてください。質問には教員だけでなく受講者が回答することを推奨します。質問があって レポートの締め切りの間近になってたら私が回答するしかないかもしれませんがそうでなければしばらく受講者の人から回答があるのを待ちたいと思います。間違っていて全く構わないのでこういうことではないだろうかといった回答をぜひ積極的に返してください。授業では解説講義に続き小論文「プレ」の内容についてグループでのディスカッションを行います。 これはリアルタイムの WebEx トレーニングで行います WebEx トレーニングへの参加方法は情報メディアセンターのウェブページを参照してくださいコースパワーでの認知心理学の授業のガイダンスのところにもこのウェブページへのリンクを作っておきましたこれまで WebEx のミーティング は皆さん何回かやったことがあるかもしれませんや,やったことがあると思うんですがもしかしたら WebX トレーニングの方はやったことないかもしれませんねえっと実は私も前期には WebX トレーニングは使ってなくて今回初めてで、えー、使ってみることにしましたでこれは後でも後で説明しますけれどもこのディスカッションの時にブレイクアウトセッション受講者を グループに分けてのディスカッションがしたいんですね。で、それをやるには Webex トレーニングでないとできないので、今回こちらを使ってみることにしました。ディスカッション今言った話ですねで。ディスカッションが終えたら、ディスカッションを終えたらその内容を踏まえて小論文かっこポストを書きますで。ここで書く小論文は授業前に準備したものに加筆修正することを想定していますけれども、異なる内容でも構いません。 実際去年までの授業を見ますと異なる内容で書いてきている人結構いますね。ディスカッションしてみた結果そのもっと書いてみたいテーマが出てきたんだと思います。レポートは添削して返却しますのでマイクロソフトワード形式のファイルで提出をするようにしてください。 テキスト、2冊読むテキストをここに挙げてあります。1冊目が「まぐれ」「投資家はなぜ運を実力と勘違いするのか」という書籍です。2冊目が「誰のためのデザイン」「認知科学者のデザイン言論」という本です。著者名を見てわかるようにいずれも現著は英語です。今でも英語のペーパーバッグと Kindle 版、Kindle 版は手に入ります。こちらの方が安いので英語をチャレンジしてみたいと思う人はですね こちらも買ってみるといいかもしれません。日本語版よりも安く買えますのでね。誰のための,のデザインは2015年が改訂版増補改訂版になってまして、初版はそれよりも前から長くにわたって出版されていました。 古本で入手しようと安く入手しようとすると多分、増保改定版じゃない方が安く売られているもうすでに前の晩ですからねと思いますけれども内容が違いますので必ず増保改定版2015年に出た増保改定版の方を入手するようにしてください。重要な注意を述べておきます。 レポート事前のレポートをようやくと小論文、カップレイ）は授業前日の24時までにコースパワーで提出してくださいで。これが提出されていないと授業に参加ができません。授業への参加の条件がこの要約と小論文の提出になっていますので必ず提出をしてください。授業に欠席をすることがあらかじめ分かっている場合そうですね、典型的にはインターンとか就職活動でしょうか。 そういった何らかの都合で授業を欠席することがあらかじめ分かっているような場合でも、要約と小論文括弧プレは提出できるはずですので、必ず提出してください。授業を欠席したときには、小論文括弧ポストは提出をしないことになります。要約と小論文括弧プレが授業前に提出してあり、授業とディスカッションに参加することが小論文括弧ポストの提出条件になります。 病気ななどやむを得いい理由でで業を欠席する場合は教員にメールで連絡してくださいあらかじめ分かっていれば授業の前に連絡してくれた方がいいと思いますが急に病気になったインフルエンザにかかったといったようなそんな急な場合には事後でも構いません。なるべく早めに教員に連絡してください。成績は3種類のレポートに基づいて評価をします。3種類というのは 授業前の提出物授業前に提出する要約と小論文、プレ2つありますがこれ1つにまとめて、えー、評価をしますそれからディスカッションの後に書く小論文、ポストそして2回の書評レポートですねこれに基づいて評価をしますウェイトは全部1 3分の1ということになります未提出のレポートがあると0点になってしまいますので未提出にならないようにし,しっかりと毎回提出をしてください 授業前に提出する要約と小論文これは数が多いので毎回の提出ですので小論文ポストもそうですね数が多いので1回未提出だからといって即座に不合格になるわけではありませんけれどもでも未提出分は0点になってますのでね成績がかなり下がってしまうと思いますので毎回きちんと提出をするようにしてくださいレポートにコピペなどの不正が見つかった場合は直ちに不合格となります 他社のレポートを写すと、写した側も写させた側も不合格となります。これどちらが写あの写した側か写されさせた側かわかんないんでね、ここのように判断せざるを得ないですね。意図的に写させたんではなくて単に見せたっていうだけでも結果的に写されれば不合格となりますので、えー、っと信用できない人にですね、こう安易に見せないようにしてください。授業は6回以上欠席となると単位を認定できません。 毎回リアルタイムでの木曜日3限での授業になりますのでそれは6回以上欠席すると単位が認定されません注意をしてくださいようやくと小論文括弧プレイを提出しないと欠席となってしまうことに注意をしてください次回第2回の授業までに行っておく事前の課題がもちろんありますようやくと小論文括弧プレイですね まぐれテキストまぐれを入手しその第一章と第二章を読んでください要約は第二章のみ作成してください第一章の要約は作成しません第二章の要約と小論文括弧プレを作成しますこれをコースパワーから提出してください要約の例が社会情報学部の初期のカリキュラムでの社会情報演習1のウェブページにありますので参照しても構いません このウェブページへのリンクはコースパワーにあります。第2回授業の事前課題の締め切りは、9月23日水曜日の24時になります。えただし、通信のトラブルがあるかもしれないので、24日木曜日の6時までは提出可能な状況になっています。これはあくまで通信トラブルの可能性を考慮したものですので、締め切りは23日の24時です。 もし何か通信にトラブルがあってうまく出せなかったというときには朝24日の木曜日6時までに提出をするようにしてください。はいえー、と以上でガイダンスを終わりますが WebX のトレーニングを使うためにですね2回目以降。 すんなりと入れないと授業に参加できないことになりますのでこのガイダンスについてはガイダンスの内容を改めて繰り返すことはしませんけれども初回授業で WebX トレーニングのクラスを上げておきます9月17日木曜日の3元 WebX トレーニングの クラスをウェブウェックストレーニングで上げておきますので、開けておきますので、ちゃんと入る入ることができることを確認してですね、来週第2回以降の9月24日以降の授業に準備備えるようにしてください。もし授業の内容について質問があればそこで質問をしてもらうことができます。ではこれで認知心理学のガイダンスを終わりたいと思います。